サイズ知ってる？対戦相手です。対戦神ポスター持ってる？あります。ちょっと見せて。はい。あ、この子ね。僕のことブサイクって言った子じゃないですか、宇佐美選手。これちょっと長くない？これちょっと修正入ってる。これ彼とまんま、そのままです。これちょっと修正入ってる。俺結構ブサイクって言われたことに関して思ってるんですよ。でも面と向かってブサイクって言われたら結構傷つくなと思って、だからまあ正直俺より絶対彼の方がブサイクだと思うんで、原型ないぐらい暴言しろかなと思ってますね今。はい。で、何の試合があるか全く思わないです。でもポスター初めて見ました。俺こんなちっちゃかったんですね。びっくりしたっす、さっきこれ見た時に。マジでと思って。あ、萩原選手知ってますね。あ、クレベル選手知ってますね。この辺も知ってますね。他の選手わかんないっす。なんかそのパワーを人間がフルパワーで出せるのが7秒っていう決まってるらしくて、その神の7秒っていうよくわかんない名前言われてるんですけど、まあ、それをこうフルパワーで出すみたいなことを今教えてもらってます。多くても週に2回です。はい。筋肉強すぎたら週に1回です。まあ、それはもう筋肉と相談です。はい。バネですね。はい。まあ、本当バネです。その例えば、まあ、体がなんてでかくなったとか言われるんですけど、別に筋肉の部位を鍛えてるわけじゃなくて。例えばパンチを打つときに出す出力の出すときのバネ、上腕二頭筋を鍛えたからパンチが強くなるわけじゃないんで、例えば足でやったら付け根とか、はい、そういったところを教えてもらう。だからそれこそこの前もなんかのネットニュースで言いましたけど、もう朝倉未来選手がやりたいんだったら俺やりますよって、そういう意思はありますけど、ね、やっぱりそのどうなんですか、朝倉未来選手がその例えばブレイキングダウンに出場をするっていうのを言われたときに、これ誰と見たいかっていう、まあ、ところになると思うんですけど、まあ、日本人選手って、まあ、そもそもブレイキングダウンを選んでる人って限られてるじゃないですか、そのプロの選手で。だからその、いないと思いますし、あと外国人選手を呼んでも、なんかもうそれちょっとお腹いっぱいなんじゃないかなって、はい、だからまあ、そこは出るんやったら俺がやりたいなっていう意識ですね。自分がこう、あ、こいつとやってやりたいなとか、ワクワクするなっていう。相手じゃないと、そもそもその練習の準備とかやっぱできないんで、だそこは、そうですね、朝倉未来選手とやれるのであれば、俺はめちゃくちゃ準備してやりたいです。減量の調子、まあ、本当変わらずですね、体重はそんな別に増えてないんで、あと7キロ、8キロぐらいを2週間で落とす感じなんで、まあ、いつもと一緒です。俺もそんなアホじゃないんで、そのボディで倒された映像がその2年ぐらい前のやつはありますけど、そっかさ、ボディなんか気合いに決まってるし、いつまでそんなことにしたってアホちゃうかって思ってるんで、俺何発でも打ってこいと、ボディだけ狙ってこいと思ってます。そのぐらいの、はい、車で引かれても大丈夫です。嘘っす。次行きましょう。はい、まあ、今回の試合、まあ、前回ちょっとグアカオ選手との戦いで、まあ、自分が言ったような絶対倒して勝つっていうことができなくて、まあ、本当に悔しい思いしてるんで、必ず今回 KO で倒して、木村みのるの足元に嘘にも叩きつけて、木村と大臣で慶応の喧嘩をします。楽しみにしてください。